S2000 の外装を見ていきます。まずはフロントバンパーからです。右前ちょっとここ擦ってる跡がありますね。あとはまあちっちゃい飛び石傷が少しあるかなといった程度で、あ、ここちょっと擦っちゃってますね。ここですね。あとはまあ下から見るとちょっと擦ってるところがあるかなっていう感じですかね。この辺りは綺麗ですね。で、左前の方は気になるような傷は見当たらなそうですね。でヘッドライトはまあ若干のくすみがあるかなといった感じですかね。でボンネットへこみは見当たらないですね。で色あせもなくて結構ね艶もあって綺麗です。で傷とかも特に気になるようなものは見当たらないですね。こんな感じです。で、左のフロントフェンダーですね、フェンダーのアーチモールが貼られております。特に気になるような、傷は見当たらないですね。でプロドライブのホイールが装着されています。こんな感じです。タイヤはですね溝はもう結構なくなってきてるかなっていう感じですかね。ひびもちょっと入ってきてます。でドアミラーは綺麗ですね。で助手席側のドア、特に気になるような傷は見当たらないですかね。サイドステップの方はですね、このサイドステレーキの後ろここですね、ちょっとスッてタッチアップしたのかなっていう感じのものが残ってます。あとはここですね。続いて、リアフェンダーです。特に気になるような傷は見当たらないですね。で左リアの、ホイール、左側面はへこみは特に見当たらないですね。ですね。はい。で、リアタイヤもですね、もう溝はないですね。ひびも入ってきてる感じなんで、まあ、タイヤは前後とも変えた方がいいかなといった感じです。で、リアバンパー、ちょっとここに傷ありますね。あと、この辺りのちっちゃい飛び石傷。目立って大きな傷っていうのは見当たらなそうですね。こんな感じで綺麗な状態です。マフラーはちょっとへこんでますね。これね S2000 ここ結構ぶつけるんですよね。で、トランクですね、上面のへこみは見当たらないです。で結構ね色合わせしやすかったりするんですけども、それでも特に出てないですね。続いて右側面見ていきます。特に気になる傷はこの辺り見当たらないですね。綺麗な感じで、右リアのホイールです。こちらの目立つほどのガリ傷っていうのはないですね。続いて運転席のドア、綺麗ですね。でこちら側のサイドストレーキはこれね結構ね飛び石が結構飛びやすいのでこんな感じになってます。でサイドステップ周りは、まあ、乗り降りの時についたかなっていう薄い線傷がついてますね。こんな感じです。目立つような大きな傷というのは見当たらない感じですね。フロントフェンダーはタッチアップの跡が1箇所、
こんな感じで、まあでも綺麗ですね。こんな感じです。で右フロントのホイールです。まあ、ホイールは4本とも目立つほど大きなね、ガリ傷というのはなさそうですね。でドアミラーはこちらは綺麗な感じ。右側面のへこみですけども、ここですね、エクボ程度のへこみがあって、あ、ちょっとこう赤いのが、傷が分かりますかね、ここですね、ついてますね。あ、でも動画だと分からないかな、へこみはっていうぐらいな、まあちっちゃいレベルですけども、フロントフェンダーの方は特にへこみはなさそうですね。でフォロワー現状ちょっとね、結構劣化してきちゃってるので、これは新しく変える予定です。はい、以上 S2000 の外装でした。